日本サルとは、通俗的な意味では人を除いた、サル目のことである。ただし、生物学的観点から見れば人も、また猿目に含まれ、猿の一種に他ならない。日本の歴史的文献においては、単に猿といえば、日本固有種の日本ルを指す場合が多い。一方、英語のモンティーや、いくつかの言語での相当する語は、学術的な定義上は、オナガザルかと、 交尾猿の総称である。つまり、猿の内原縁と類人猿を含まない。そのため日本語でも、特に翻訳文献で、猿にこれらを含めないことがある。冒頭で猿やモンキーの定義を述べるのに使った、系統を以下に示す。太字が猿。うちは、英語での総称的な呼び名で、モンキーのみ太字で表した。絶滅系統は省略している。 サルメの系統は広く合意が得られているが、分類については諸説ある。そのためここでは系統を反映させた、分類名を示したが、万人に認められているわけではない。日本語で言うサルには、英語では、モンキーのほか、エープ、リーマー、ロリス、ガラゴ、トルシアが含まれる。英語でこれらを総称するには、人以外の霊長類という以外に簡潔な表現はない。 上の表に出てこない猿の分類上の名称には以下のようなものがある。他にもギボン、バボーン、マッケック、コロブス、ランブール、マーモセット、ダマリンなど数十種の名称が英語では使われている。中国では陰台以来霊長類を表す文字が見られた。陰台には甲骨文字の中に霊長類を示すと考えられるものがあった。集大には 自我に5種類の霊長類が挙げられており、と表情、ひひ、ザルであった。最初の3つは想像上の山回と考えられるが、は金子光、ザルは、テナガザルだった可能性がある。集大には、他に猿、狙い、毒、火禅、愚といった表現があった。猿は魔覚を表していたと考えられる。また、は金子光を、 火前は、リーフモンキーを表していた可能性がある。週末から寒来に成立した、来期では、という文字が用いられていた。これは魔覚を指していたと考えられる。4世紀の屈原は、祖地で猿という言葉を用いた。猿は前述の猿と同義であり、とともに手長猿を指していたと考えられる。後に、猿の音を表すここの部分が、同音の円に置き換えられ、猿の字となったが、 これもテナガザルを指していたと考えられる。猿と猿の区別は、週代には厳然とあり、14世紀までは維持された。しかし、それ以降、テナガザルの分布が南に退くにつれて、両者は混同されていった。野生、テナガザルのいない日本でも、両文字は区別されていなかった。現在の中国語では、上で述べたもののうち、昭和、オランウータン、ゴリラ、 チンパンジーを、猿は、テナガザルを、火はヒヒを、は、マーモセットを表すために用いられている。また、猿は、全般的に、類人猿でない霊長類を表すために、用いられている。日本語では、霊長類一般を指す際にもっぱら猿を用いる。また、猿という字にはもともと猿の意味はなかったが十二子が、動物と結びつけて考えられるようになり、猿年は、 猿の年とされるようになった。子から数えて、猿は、エトの9番目に数えられる。日本語では猿をエテ、エて、をエて、こう、えて吉と呼ぶことがある。これは、猿が、猿に通じるため意味言葉として避け、代わりに、手に入れるという意味の、エてを当てたのが、始まりとされる。外見上は人に似ているが、知能の面では及ばないことから、一方では、賢い動物として扱われ、 他方では、理解力が低い、思考パターンが単純であるなど、頭が悪い奴という意味の別称として用いることがある。悪口として使用する場合、猿とカタカナで表記されることが多い。山猿など身が軽く貧瘍な若者、特に男児を猿に例えた例もあるが、この場合も、垢抜けない、野暮であるなどの悪い意味を含む場合がある。欧米では、猿は黒人をイメージさせ、 差別するものとして取り扱われた。また、第二次世界大戦中の米軍の戦意、紅葉ポスターには、日本兵を、円人の姿に描いたものも存在するなど、東洋人、特に、日本人に対する部別としても用いられている。イエローモンキーは、黄色人種、特に、日本人に対する別称である。日本では、考えが足りないことを指す、毛が三本足りないや、サルジエ、 猿真似などの汎用句がある。猿を連想させる、あるいは猿が一部モデルとなっているキャラクターとして、猿飛ビサスケやプロゴルファーザルなどがあるが、いずれも、素ばしっこい、器用といったイメージが多たなされている。中国では、創始、生物論には、蝶山星という偶話に猿が登場する。総じて言えば、インド対、中国、日本といった猿が存在する多くのアジアの国では、 比較的に猿自体は親しまれ、敬まわれる一面すらある。一方で猿のいないヨーロッパ諸国や韓国では見下す傾向にあり、特に韓国では食事中に猿の話をしようものなら、激しく嫌をすることもあり、一種のタブーになっている。地理的に近い日本と韓国だが猿に対する態度、価値観は文化的に大きく異なり、日本では 小馬鹿にするときに猿を用いたとしても、猿自体を嫌をしてのことではないが、韓国の場合、かなり意い見嫌っている。事実として、猿を文化的に申生視しているアジアの国の中で、日本人を猿と侮辱する国はそう多くない。ボーイスカウトは、反編成で行動し、各藩に動物の名前などを付けることで知られているが、世界的に、 猿藩という判明は敬遠される。猿の顔つきは、人に比べると、額が狭く、顎が前に突き出る。そのような顔つきの人間は、時に猿ンと言われる。孫悟空は、仙人に、弟子入りする際にこのことを指摘され、その分、頬袋があるから許してほしいと言っている。日本では、豊臣秀吉のあだ名が猿であったことが有名である。森狙い仙筆日本手話の、 猿手の甲を描いているところを示す。ヨーロッパ近辺にはほとんど猿はいないので、伝承等に姿を見せることは少ないが、それ以外の世界では様々な関わりを持つ。知能が高いことから利口で勇敢な、あるいは狡猾なイメージが付随する。前者の例は、孫悟空やハヌマーンが有名である。後者の例としては、猿かに合戦の猿が挙げられる。また、 伝承では、猿は人の真似をするものとされている。日本語ではむやみに他人の真似をすることを猿真似と言い,い、英語でも不格好な模倣をエープと表現する。猿は、良い犬や蛇犬などの小経験や、形意見の十二経験にある、猿犬、猿型犬のモデルにもなっている。なお、通り肘というのも猿の妖怪で、両手が肩の中でつながっており、 片方を縮めると、もう一方が、その分だけ伸ばせる。これを形にとったのが、通費事件であるとも言われる。日本では、古来猿は、髭枝神社の使い版とされている。狂言には、猿の登場する作品がいくつかあり、狂言師は、子供の頃にこの、うつぼ猿の猿役で、初舞台を踏むという。また、江戸の三能祭、神田祭では、南天馬町が、 エボシカリギヌ姿でミてぐらを持つ猿の人形を飾った、ヘイザルの吹きかんの出汁を祭礼に出していた。このミてぐらを持つ猿は、三能、寛大外の祭礼の出汁にも取り入れられている。仏教の戒律書、マカソウギりに、井戸の底に映った月を見た猿のボスが、ガツを救い出して、世に光を取り戻してやろうと手下に呼びかけ、木の枝から、呪つなぎに下に降りていったが、 手に届く寸前で枝が折れて全員井戸に落ちたという偶は円高即月が記されている。この偶は絵画化したものが円高即月図である。身の程知らずな望みを持ち失敗することの例え話として月を捉えようとする猿は前画や水墨画の話題となっている。猿は馬を守ると言われ馬屋の主語とすること自体は伝承としては古くて広範囲に見られ、 例えば、孫悟空が天界に召された時、最初認ぜられた天馬の馬屋の担当官筆馬音は、同音中国語のヒウマオンという猿は馬を守る、ものとの伝承がインドから中国に伝来したことによる。同様の伝承は日本に伝わり、中世の武家屋敷の馬屋で猿が飼育されていた様子は、オブスマサブロー絵言葉の図像など馬小屋に猿を飼う、事例があった。馬小屋についても、 本物の猿ではなく、猿の頭蓋骨や木造をお守りに飾る例も知られる。これは、動物学的には、馬のような社会性の高い動物の場合、賑やかしに社会性の高い動物を一緒にすることが有効とのことで、犬もそれに用いられる例がある。熟語のイヴァ神とは、相当宗の経典、三道、形に由来し、人間の煩悩を猿と馬に例えた仏語。 人の欲求はしくする、馬のように止めがたく、意識は、猿のようにそワそワ騒ぎ立てる意。心の中の猿と馬を制御することを祈願して描かれた、繋がれた猿と馬の図は、仏画の題材であり、橋本関節の作品などが著名。古代中国、幸宇と流放中では、人々は密かに愚かな行動をとる幸宇ら祖人に、対して、祖人も光時官とののしり、 宮廷内でそれを口にした大人感性が幸運の激輪に触れ、に殺されたという話もある。野生動物の中ではあまりにも人間に似ていることから、これを買ったり食ったりすることを食のタブーとする地域もある。しかし、食用になっている例もあり、中国やヨーロッパで猿を食べていた記録が見られ、日本でも古くから食用とされていた。天武天皇4年に出された、 肉食の禁止令では、牛馬経験と猿を食べることを禁じている。また、江戸時代末期に来日した、イギリスの植物学者、ロバート・フォーチュンは、江戸の店先で猿が食用として売られている状況を、記録している。第二次大戦後、猿の数が急に減少したのは、戦後の食糧難の時期に食用になったためと、言われている。また、熊の堪能を有端として利用するように、 猿のタンも、薬用とされた。他に、毛皮としての利用もあり、室町時代の看護貿易では、中国側が猿側一万丁を送っている。狂言の、うつぼ猿では、猿回しの猿を武士がユニを飾る毛皮にと言って、要求する。ペットとして飼育されることもあるが、大抵の場合、大人になると気が荒くなり、一般的には飼育が困難である。しかも、 知能が高いため、いたずらが巧妙を極め、逃げ出すこと、室内を破壊することが多いという。しかし、猿をペットとする歴史そのものは古く、古代中国では、テナガザルを飼うのは、王光の楽しみであったという。なお、現在でも、オランウータンやゴールデンライオンタマリンなどが、絶滅危惧に追いやられている、主な原因が、ペット目的の捕獲である。 目的を持って飼育する例は多く、東南アジアでは、ココヤシの実を取ってこさせるために豚をザルが飼育されるなどの例もある。日本では、日本ザルによるサルマワシは伝統芸能である。チンパンジーの芸はサーカスなどで見られる。アメリカ合衆国では、身体障害者の介護に、フサを巻きザルを訓練して利用する試みもある。特殊な例では、 前期のように猿には馬を守る性質があると言われたことからかつての猿回し師は馬ま者をも兼ねていたという動物実験では人間に最も近い動物として古くから多用されてきた主にマカクザルを用いることが多いしかし近年では動物実験への使用への反対意見も多くなっているありがとうございます